頃は私にとって黒歴史みたいなものだから。いや、あの時の私は傍若無人というか、周りを振り回す頭のおかしなやつだったんで。実際遊んでたのは良太郎さんとトールばっかだったし、友達も少なかったし、そういう意味では良太郎さんには他の人以上に迷惑かけちゃったから、申し訳なさで顔も。正直嫌われてただろうなって思ってたから、ちょっと安心してただけ。後で説明受けると思うけど、絶対キッチンに入っちゃダメだよ。トールが切れる。
ってるよ。そこの建物、あそこが涼太郎さんが通うことになる羽生学園。うん、外観の色のせいでたまに外人さんとかがホテルと間違えて入ってきちゃうんだって。花園さん、この人を職員室に案内しようと思ってたんですけど。あれ、ご両親に電話でここで待ってるって伝えたんだけど、もしかして伝わってない？お母さんから兄に電話があって、それで私に付き添いを頼まれまして。